マミア・ユイの家に行きましょう。相手は痴漢の被害者です。我々加害者の弁護人にいい顔をしてはくれません。真っ当にアポを入れれば断られると判断しました。だからアポなしで来たと。かえって相手を刺激しなきゃいいけど。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。さてどうなるかな。はい、源田法律事務所の白崎です。江原昭弘さんの弁護人をしておりました。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何のご用です？こんなの困るじゃないですか。何の連絡もなしに。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。どういうことです？もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか？お断りします。お引き取りください。あ、ちょっとすみません、白崎先生の助手で探偵の矢上と言います。は？俺たちは確かに間宮さんから見たら憎い痴漢を弁護する人間です。だからお気持ちはわかります。もう関わりたくないんですよね？ええ、そこまでご存知ならこれ以上言うことはないです。失礼します。いえいえ、ちょっと待った。失礼しないでください。間宮さん、いえ、ユイさん、とっても綺麗な声をしてるんだね。はい？うん、今のはいもすごくいい。もっと聞かせてもらえませんか？少しだけお話をね。あなた方にお会いする気はありません。お引き取りください。さっきはすみません、ちょっとだけ聞いてください。ご存知ですかね、実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。ただその殺された方は例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。つまりあの日都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。それが私とどういう関係があるんです？あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。10分だけお話を聞かせていただければ。でも。あ、ダメならいいんです。改めて出直します。俺ら下っ端なんで、次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり録音させてもらったり形式ばっちゃうかもしれませんけど、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか？今話せば10分で済むんですね。ええ、できるだけ手短にやります。わかりました、少しお待ちください。すいません、助かります。さすがですね、
でも今のやり取りを聞いてたら、なんだか八神さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、良かれと思ってやったんじゃん。冗談です。おかげで助かりました。間宮さんと話せるのは多分これが最初で最後です。慎重に行きましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。もういいですから、どうぞ。バイバイ。失礼します。それで、私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことはもう全部話しましたよ。ええ、ですがこれが最後だと思ってもう一度聞かせていただけませんか？もう判決まで出てるのに？そうですね、ご迷惑だとは思いますが。こんな面倒になるなら痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね？あ、そうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた、それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが、今日旦那さんは？まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないので、あまり長くは。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのはそちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。八神は波の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。今そう努力してるところです。防犯映像を見ると、電車に乗り込む時、間宮さんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。この時あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。私から離れまいとするような感じで。でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨にスカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの？私は
どんな人が触ってきているのかも見えずに、怖くてどうしたらいいかわからなかったです。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。ママどうしたの？大丈夫、なんでもない。もうすぐ終わるからね。お腹すいた？うん。そこで本読んでていいから、もう少し待ってて。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングで、まずお尻を触ってた手を掴みました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから、見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたので、もう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ、間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。どういうことです？痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、三越柴弘という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。これって、この映像によると犯人は江原さんです。え？殺された三越柴は江原さんにとって息子の仇でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だから俺らも困ってるんです。それで何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今間宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を？わかりません。ここまでの捏造動画を作るには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか、最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、
お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。そうですね、もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。これから間宮さんに聞いた話をみんなで検証したいです。八神さんも一緒にお願いできますか？そうだね、その前に海藤さんに一本電話入れとこうかな。わかりました、では先に行ってます。おお、海藤だ。こっちは今神室町に戻ったとこ。そっちはどう？変わりない？なんだ、別に大丈夫だぞ。もしかして RK のことで心配してんのか？背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。俺はもう少し源田事務所で沙織さんたちと話してから帰るよ。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。了解。もう大丈夫ですか、八神さん。でしたら間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか？いや、まだやめとくよ。そうですか、わかりました。もう大丈夫ですか？でしたら間宮さんから聞いた話。ああ、始めよう。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね、特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそうだ。とするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか？捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ？画面には三越場の殺害現場である偉人町の廃ビルが映ってます。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると殺人動画を流出させたのは江原本人です。江原は2ヶ月前からずっと警察や検察の監視下ですが、例えば目覚まし時計みたいにある日時が来ると自動的にネットに上がるように仕掛けてあったとか。そんなややこしい真似しますかね。江原が単独犯ならそれもありえますけど。そうだな、じゃあもっとシンプルに考えよう。痴漢を担当した検事、確か高野って言ったっけ。その検事が江原の心象を悪くするために三越場殺害動画をネットに流出させた。江原の心象を悪くさせるって？もう裁判で有罪が出てんだぞ。なんで検事がそんな真似しなきゃなんねんだよ。ええ、ちょっと意味が分かりませんね。ちょっとどころか。いや、分かってる。今のはみんなを試したんだ。なかなかよくついてきてくれてる。おい、気をつけ。あの殺人動画をネットに上げたのは三越場殺害の共犯者たちです。まあそうだな、他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ
彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。え？江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて三越馬殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたらどういうふうに作るんだ。例えばそうですね、まず真犯人が三越場を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。どうなんでしょう。江原は朝7時43分に池袋の改札を通ってホームに立ってからずっと防犯映像にその姿を捉えられていた。でも殺人動画の通り7時半に三越場を殺してたなら、偉人町からたった13分で池袋に着くことはできない。すると池袋のこの映像に映ってるのは江原そっくりの別人、替え玉だったってことになる。替え玉ですか。ああ、キャップとサングラスはそれをバレにくくするための小道具だ。いえ、その場合江原は三越場殺害後痴漢として取り押さえられる前にどこかで替え玉と入れ替わらないといけませんよね。でもそのタイミングはありませんでした。池袋で江原が間宮さんと電車に乗り込んでいく姿は複数の防犯カメラで捉えられ、車両内のカメラにもずっと映っていました。さらには痴漢行為に及んで新宿駅に到着後被害者を振りほどいて逃げる姿も。そして最後は結局江原を追いかけていた間宮さんの目の前で取り押さえられたんです。そっか、つまり池袋のホームに立ってからの江原は常に防犯カメラの目にさらされていたと。いや、それについては違うんじゃなかった。え？こいつを見てくれ。それってどういう意味です？やっぱり江原はずっとカメラに映ってますよね。悲しいかな、監視社会の最たる場所ですよ、都内の主要駅なんて。ああ、この証拠の意味するところは今星野くんが言った通りだ。からの、これを見てどう思う。いや、なんというか初めて見た時は衝撃でした。でも今はなんでこれを八神さんが取り上げているのかわからないので戸惑ってます。なるほど、その戸惑い俺にも痛いほど伝わってくる。もう一度仕切り直していこう。こいつを見てくれ。それってどういう意味です？やっぱり江原はずっとカメラに映ってますよね。悲しいかな、監視社会の最たる場所ですよ、都内の主要駅なんて。ああ、この証拠の意味するところは今星野くんが言った通りだ。
からの、こいつを見てくれ。それってどういう意味です？やっぱり江原はずっとカメラに映ってますよね。悲しいかな、監視社会の最たる場所ですよ、都内の主要駅なんて。ああ、この証拠の意味するところは今星野くんが言った通りだ。からの、こいつを見てくれ。それってどういう意味です？やっぱり江原はずっとカメラに映ってますよね。悲しいかな、監視社会の最たる場所ですよ、都内の主要駅なんて。ああ、この証拠の意味するところは今星野くんが言った通りだ。からの、何もかもがカメラで捉えられていたわけじゃない。微物検査の結果ですか？それはどういう意味です？江原の手が被害者の下着に触れたと証明されているのに、その様子は防犯映像では見えてない。スカートの中まで透視できるわけじゃないし、カメラの死角はあったってことだ。そりゃそうですけど、でもじゃあいつどのタイミングで江原と替え玉をすり替わったんですか？結局何も話が進んでないように思いますけど。